先生はおいつになる。みんな一般の人がな、80って言う。皆さん方の人は85、6かとこう言うんですよ。ああ。けどね、まあ80の若い人とっといて、まあ80ぐらいでええやないかと今言うてるんだよな。まあそのくらいにしといてください。実際におやりになるのを拝見いたしましたけども、随分お元気だですね。どっか悪いとかいうようなとこはございませんか。もう、稽古になったら悪いの忘れてしまう。ああ。間は偉いですよ。あ、そうですか。年寄ってるからね。けども、道場に立ったり、ああいう人の前に立った折にはな、普通の上芝居のって、年寄りは自分でもなくなってしまうしな。目とか耳とかそういうとこは全然。なんでもないです。達者なもん。やはり、その合気道のおかげなんでしょうかね。それ合気道ほど健康なもんないですよ。これほど健康法はない。日本人は、この音に苦労を行う。つまり、家々のこれ、司法として行うべきものです。これを、この自身が私ってね、あれが謝礼取ったり、お礼をもらって押せるべきものじゃない。日本の国全体に対してご奉公すべきところの技です。なぜなら、この、合気道というのは、人類の上に自己体制の道です。自己体制の道ですよ。いつ頃から大体その、合気道という言葉をお使いになりました。合気道は戦後です。で、大東亜戦ね、終わって、わし、再びもうこういうことを狭いと実はもう山に入ってしまうとった。隠居してな。体も一点に悪くなってな。大変な大病やって。でも自分も体、力、昔の力はないから。もうやめとこうと。もっとはね、体力では自信があった。ただ、どんなもん負けたってもね、体力だけでは絶対に負けなんだな。150巻ぐらい固めたからな、一時は。あ、そうだな。すごい体って。ええ。この体、今みんな軽蔑するけどね、この体のじじいは、裸になったら小だらけだったらもっと、22巻700まで目方って。今はもう15、6巻、16巻はあるでしょ。まだこんなタイプしとった。あ、そうなんですか。それはね、コブだらけだったんですけど、そのコブがスッと取れてしまって、今本当に優しい女みたいな体ですよ。ほらもうホレホレするような体で裸になったらな。まあそのくらいに考えてもらえちゃう。